まずワンボーロン選手、およそ1年ぶりの1軍での出場となりました。どんな思いで試合に臨まれましたか？久しぶり、嬉しい。その第1打席、一振りでタイムリーという最高の結果が出ました。打球が抜けた時にはどんな気持ちでしたか？めちゃ気持ちいい。まあ、今日の試合を振り返っていきます。プレーのようでしたね。そうでしたね。ワンアウトランナー一塁三塁、8番のワンボーロン。いや、ソンフィールドの初打席でね、この結果ですからね。いや、本当に気持ちが入ってたし、この後ガッツポーズね。そうですね、気持ち入ってます。素晴らしいです。ワンボーロンの2点タイム。それでは本日のヒーローの登場です。本日のヒーローは、值得，因为王伯荣真的要登上英雄访问台了。今天火腿有三名选手要接受赛后的 Hero Interview， 分别是王伯荣，另外古川裕大，还有圣投的 Cody Punks。这是王伯荣今年在 Escon Field 的第一场初赛，那就接受了英雄访问这样的荣耀。我们马上把访问时间啊交给日本火腿的主持人。賞としてアリオ札幌プレミアムチケット10万円分が、株式会社セブン&アイクリエイトリンクアリオ札幌部長藤原和明様より贈られます。エスコンフィールド北海道の、そして各メディアの前のファイターズファンの皆さん、今日はエスコンフィールド北海道初ヒーローのお三方です。ワンボーロン選手、古川選手、ポンセ投手です。まずワンボーロン選手、およそ1年ぶりの一軍での出場となりました。どんな思いで試合に臨まれましたか？久しぶり、嬉しい。その第1打席、一振りでタイムリーという最高の結果が出ました。打球が抜けた時にはどんな気持ちでしたか？めちゃ気持ちいい。支配下に帰ってきて、まだまだ試合は残っています。これからどんな活躍を見せたいでしょうか？頑張ります。日本語で頑張ってくれたワンボーロン選手にお帰りの意味を込めて大きな拍手を皆さんお願いいたします。ワンボーロン選手でした。ありがとうございます。哇，刚刚王伯荣用日文来回答问题啊。在今年的一军初登场，他就站上了英雄台，而且刚才特别的是用全日文，虽然说他回答的并不长了，但是也看得出来他在旅日这五年确实日文也是有进步了。对，恭喜王伯荣今天有着三连安打、两分打点、三支一跟一个保送的表现。那这场比赛的转播在这边也告一段落，非常感谢您的收看，我是主播石义轩，也谢谢球评吕淑芳，也希望明天系列的第三战啊，大王还可以携带今天的好表现啊，继续进到先发名单当中。那感谢你收看，我们在下场比赛再会喽，拜拜，拜拜。